読売の小山です、漢字質問1問です。シャープの経営再建についてお伺いします。今週中にもシャープの経営陣が支援の受け入れ先を決めるとされていますが、台湾資本の鴻海を選んだ場合に国内電気産業の再編ですとか IoT や AI といった次世代産業の育成のといった面で政府の産業政策に影響が出ないのかどうか大臣のお考えをお願いします。シャープ の, 再建に関しましては、今月の初め、鴻海および産業革新機構の両者と今後1ヶ月をめどに協議を継続していくということが発表がありました。その協議が継続している中でありますので、そういった意味でのコメントは差し控えしたいと思いますけれども、家電などこの情報通信機産業というんですかね、ここはやはり裾野が広くて我が国経済の活力、特に雇用を支える重要な役目を担っているものと認識しておりまして、今のお尋ねですけれども、あくまで一般論でございますけれども、こうした分野での事業再編の進展は我が国の産業競争力の強化という観点から評価ができるものと考えておりまして、国としても引き続き支援をしていくという考えでございます。その IoT とか AI とかですね、その次世代産業の育成っていうその産業政策の面への影響っていうのは特に考えてますか？特に影響っていうのはないんじゃないかと。その分野分野で再編していって新たなものをこう捉えていくとか開いていくとかいう形になっていくと思いますので、特に大きな影響はないんじゃないかというふうに思っています。各社どうぞ。共同通信佐藤です。関電の高浜原発4号機で冷却水漏れがありました。関電は再稼働に影響はないとしていますが、再稼働に向けた最終段階のトラブルにですね、安全運転の不安も指摘されています。ご所見をお聞かせください。2月の20日に、漏洩が発見されまして、昨日その原因と対策がまとめられまして関西電力から公表されたところでございます。高浜原発4号機は再稼働に向けて原子力規制委員会の検査を今受けているところでございまして、具体的な起動日まだ決まっていないというふうに承知しておりまして、関西電力におきましては今後の件も踏まえて、一層気を引き締めて安全第一、スケジュール歩きではなく今後のプロセスを進めてもらいたいと思っています。フリーランス社の上田と申します。ちょっと話題変わりますが、4月から始まるいわゆる電力の交流の自由化について、各社いろいろと PR 合戦をしているんですが、一つ言って一般の方の選択肢の一つにですね、電源が何なのか、いわゆるクリーンなエネルギーなのか、いわゆる、原発再稼働されたものを使うのは嫌だっていう、そういう方たちもたくさんいます。ただ現実見ておりますと、クリーンちょっとありませんけれども、大変自然エネルギーとか、いわゆる脱原発で有名な社長さんがおられる会社なども一生懸命やってますが、よく見ると結局東京電力 の, 電源を使うんだということを、説明するんですけども、それは出てないんですね。で一方、ガス系の会社は自前 の, 天然ガスということではっきり明示しているところもある。ちょっとバラバラでございましてですね、いわゆる電源 の, 表示をですねはっきりさせるというのは義務化をやっぱりさせるべきではないかというところもあるんですが、この辺やっぱり これから多くの方が気がつかないままに、自分のとは本意のない形で契約されたと思うと思いますので、その辺について、大臣としてのお考え。電源構成の開示につきましては1月に制定しましたガイドラインでですね、望ましい行為という形に位置づけまして、事業
業者の、まあ、努力義務ということにしているわけでございまして、このガイドライン制定後に事業者向けの説明会を、まあ、開催をしているわけでございまして、その内容について今周知を行っているところでございます。今後そういった意味で開示が進むものというふうに考えております。また一方で事業者による自主的な開示が進まないというような場合には改めて開示のあり方について検討することにしておりまして、引き続き状況を注視してまいりたいと思っています。ということは、まあ、これまでいろいろな事例を踏まえますと、このまま義務化されないで努力義務だけで終わってしまうんじゃないかという感じなんでございますが、いかがですか。まあ、今の段階では努力義務ということになってまして、今後の推移を見ていろいろまた検討すべきことがあれば検討していただくということにしたいと思っています。時事通信の渡辺と申します。シャープについてお伺いします。端的にお伺いしますけれども、本会による支援に比べまして産業革新機構による支援の方が望ましいと経産省はお考えなんでしょうか。お願いします。これは前々からお答えしているようにですね、シャープの要請に応える形で、産業革新機構は、まあ、提案を行ったわけでありまして、本会とその買収合戦をしているわけではありませんで、この提案、どの提案を受け入れるかどうかというのはシャープ自身が判断すべきものであると思っていまして、国が後押しするようなことはいたしません。民間企業で初めてですね、ビットのビット選手で財源を変えていきますという案が示されましたが、その財源の受け止めをお願いします。昨日の調達価格等算定委員会において28年度の買取価格につきまして、委員会に意見が取りまとめられたものと承知しておりまして、まあ、この意見を尊重してですね、関係省庁と協議をすることとパブリックコメントを踏まえた上で、経産大臣として、28年度買取価格を決定してまいりたいと思っています。新聞の川野と申します。高浜原発の1、2年期の結果なんですけれども、明日原子力規制委員会の方で審査書がまとまる見通しで、高浜原発の2号機で、はい、明日ですね、原子力規制委員会の方で審査書案がまとまる見通しなんですけれども、そのエネルギーミックスで原発20から 22% ということで、それを達成する上でですね、その位置づけというか意義をお伝えします。もうご案内のように、世界で最も厳しいとされている原子力規制委員会の新規制基準に適合すれば40年で、また一度に限り20年まで延長できるということになっておりまして、まあ、今ご指摘の原発比率20から 22% 達成、する上で、まあ、一部の原発については、この法廷で認められるような、法令で認められるような40年を超える運転延長を行うことが必要だということは事実でございます。高浜1、2号機を含めた各原発について原子力委員会によって審査が行われておりまして、安全第一に対応することは大前提でございますが、審査が厳格に進めることを、まあ、期待しているところでございます。個別の原発の審査状況についてはちょっとコメントを差し控えたいと思っています。毎日新聞の横山と申します。一部の報道でその
半導体 の、 エルピーダーの元社長だった坂本さんっていう人が新たに技術開発の会社を起こして、中国とかとですね、中国に工場を作ってもらって、国際分業の新しいやり方で半導体をやるような報道があったんですけど、大臣もしそのことを事実確認できているかどうかということと、仮にそういう日本と中国と台湾との、基幹技術でのそういった国際分業っていうものがこれから進むとしたら、どう受け止めてらっしゃるか教えてください。事実確認は取れていません。ですので、そういったものもよく捉えた上で検討していきたいと思っております。